はい、こんにちは。寒暖差疲労という言葉をご存知でしょうか。秋口、寒暖差8度以上かなになると出てくるんですが、体の面で関して言えば、眠れないとか、疲れやすい、あとはめまい、難聴っぽくなる方もいらっしゃいます。心の面に対しては不安、イライラ、まあ、いつもあるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、寒暖差で出ることも多いです。これは自律神経失調によるものなんですが、洋服で、ね、合わせたりとか、あと気温の調整をうまくやることもできるんですが、体の中から、神経でその寒暖差疲労に対して強くなるように、さらに免疫も上げることもできるので、神経治療興味ある方はぜひトライしてみてはいかがでしょうか。ぜひおすすめです。こういう時にね、こういうチャンスに、神経受けてみるとすごく効果が分かりやすいので、初めての方ぜひ考えてみてください。以上、竹田でした。